こんにちは、Dさんです。今日なんですけれども、今から韓国に行ってきます。ちょっとしたオフということで、原田マンが誘ってくれたので遊んでこようかなと思います。トレーニングとかもね、ジムがあったらジム事情とかもね、調査できればなと思います。今僕減量中なんですけれども、食べ過ぎないように、ただややちょっとね、好きなもの、ややチートもしようかなと思います。今成田空港の出国ゲートを入ったところなので、ここ免税エリアですよ。メンズエリア、ブランドも買っちまおうかな。アーハサベイさんの ブルガリ買っちゃおうかな。ということで行ってきます。今回マジで焦ったのが、エアポッツ、動画編集したり音楽聴いたりするのに絶対必要で、駅に着いて、うわ、エアポッツないわ、もうめんどくさいと思って一回家帰ったんですよ。家帰って気づいたんですけど、パスポートも忘れてたんですよ。エアポッツを忘れてなかったら、パスポートがないことに空港まで気づかなかった。本当だから、エアポッツ様々、サッカーワールドカップ風に言うと0621エアポッツの奇跡。本当に危なかった。立ってます。飛行機で座るんでね、せめてものカロリー消費ということで立ってます。今日は電車も立ってたし、空港に来るまで一回もエスカレーター使ってません。階段です。ただ機内食は食べます。あのね、機内食を食べない国際線なんてないから、俺の中で。機内食を食べて初めてのトリップ、旅の醍醐味に機内食は僕の中で入ってるんで、機内食は食べます。行ってきます。仁川空港に着きました。でちょっと問題がありまして、僕使ってるスマホで韓国で使えないみたいで、とりあえず Wi-Fi を借りたいと思います。 Wi-Fi だと返さなきゃいけないんですけど、 SIM が売っていたのでそっちにしました。はい、ということで、SIM 完了したので、今から、バスに乗ってカンナム行きたいと思います。ネットの情報によると6009バスというのに乗ればいいみたいですね。バス乗り場見つけられずに、なんか電車で行くことにしました。合ってるのでしょうか。たどり着きたい。 Thank you. カンナム駅に到着しました。でホテルの場所を調べたらですね、さらに電車で乗り換えらしいので、髪の毛も羽羽なんで、タクシーで行こうかなと思います。ですね、純度 100% 完全なる迷子です。ホテルの場所、ここの駅って書いてたんですけど、全然違うみたい。充電が何ということでしょう。一桁台なので、みんなと合流する前に充電スポットを探さないとまずいです。バーガーキングとか目の前にあるので、ちょっと行ってみます。バーガーキングに入ったんですが、充電できませんでした。もうバッテリーが 1% しかないので、一応ホテルの住所だけメモりました。ちょっともうお腹ペコペコですけど、ちょっとみんなで食べる韓国料理にたどり着くため、ここは我慢です。なんとかタクシーになりました。エグザイルがいる。あんな派手なエグザイルいたっけな。本当に合流できて嬉しいです。ご飯食べたいと思います。オーバーオールおめでとうございます。リュウさん、ようこそ韓国へ。ありがとうございます。乾杯。マジでもう今日2億キロカロリー消費したから、移動で。めっちゃうまいっす。嘘ですよ。視聴者の皆さん、いやマジで新大久保とちょっと香りが違うわ。新大久保とちょっと香りが違うわ。撮影よ。新大久保
ピボットのアパレルをやっております。トレーニーで起きれるストリート系ブランドです。チェックしてね。見たことある人結構いるわ。かわいいブランドです。うん、おいしい。めっちゃ辛い。いつもより辛め。うわ、いい肉だ。めっちゃうまい。香りが違う。うん。サイズのベッドとエクストラベッド、ソファーがあります。という感じですね。マスターベッドルームですね。なんともう一つ、これベッドルームが出ますね。いや、これはマジでやばいよ。明日完全にむくみます。おはようございます。今日はですね、今から近くにジムがあるのでそこで、みんなでトレーニングするそうなのでトレーニングしたいと思います。結構広いジムですね。カーディオマシンもたくさんあります。ジム内に食堂もあります。ビーフステーキ、チキンステーキなどが食べれるみたいです。これヒーリング？ヒーリングサロンやってる。いいトレーニングできましたね。楽しかったです。楽しかったです。韓国といえばもう美容大国なのでクリニックに行って美容施術受けてこようと思います。今回僕はボトックスを打ちます。でボトックスはボツリニス菌という菌をですね、筋肉に打つことによって筋肉を動かなくするというものなんですけれども、おでこのシワとか眉間とか目尻とかバニーとか、まあ、そういうところですね。多汗症とかね、脇とかにもいいのでボトックス塗ってきます。であとは、フォトフェイシャルですね。フォトフェイシャルはニキビ跡って種類があるんですけど、まあ、それの色素沈着、色目を薄くしていったりとか、あとくすみを明るくするような形、まあ、それをですね今から受けていきたいと思います。シャインビームクリニック、こちらで施術をしてもらいます。半年前に言ったんですけど、もうだいぶ戻りましたね。見えてないセックス&ザ・シーの名言でもあるように、ボトックスは裏切らないという名言があるので、アンチエイジングビューとしてはめちゃくちゃ大事です。はい、ということで今からレーザートーニングをしていきたいと思います。おお、いたたたたたたた、いたたた、大丈夫ですか？おでこ終わりですか？おでこ終わりです。クリニック終わったので今からお粥を食べに行きます。いろんなお粥があります。これをかざすとほらメニューが日本語になる。めちゃくちゃすごいです、これ。未来。カニソースです。意外とボリュームありますね。
これは中古品でしょうか。結構な高皿ですよ。結構盛りになります。さっぱりしてるけど、少しコクがあって、カニの風味もあります、ね、美味しいです。お買い物食べたので、お買い物をするそうです。でここはですね、セレクトショップ、エンプティさんというところで、なんかいいのあれば買おうかな。エンプティって空白って意味だから、多分中見えないんですよ。そうなんだ。おしゃれだね。おしゃれですね。棒読みだね。はい、ということで、イテオンに来ました。今日は。今からクラブに行くそうです。ハーパンじゃ入れないらしいので H&M で長ズボン買いました。クラブに行ってきたいと思います。イテウォンクラスの舞台となったお店じゃないでしょうか。おお、ここがパンバム跡地です。はい、乾杯。あ、今日は思ってた人違う。ただのジュースみたいです。これは飲み続けると酔っちゃいますね。スンドゥブですね。うん、美味しい。食べやすい。カスビールに合う。喉に当たったら結構カスに合う。これはもう完全にチートで。あれ昨日昨日の僕たちの見てた D さんは幻。記憶にないもん俺も。いただきます。いい？いや全然ダメ。はい、あ、けど思ったよりもヘルシー。カスに合う。おにぎりは自分たちで握るんですね。それもちょっと安くなってます。そう、はい、このおにぎりはちょっと隠れたカロリー爆弾だと思いますよ。エイト君が握ってくれたおにぎりいただきます。一生食えるタイプの味です。うん、おにぎり握るのうまいね。でしょ。こちらの中でほどけていくよ、米が。エイトのおにぎりを食べてます。プルコギセットです。めちゃめちゃ豪華です。帰国するまでがチートデイです。うん、おいしそう。うん、これこれ包まんとね。包まんと、うん、これってこれえ？かじるんすか？めちゃ苦いっす。よし、いただき受けだ。飛行機に乗り遅れた人たちです。遅れてねえし。11時半のフライトで11時20分に空港ついてましたけど。で、歩いてカウンターに行くという。もう走らんから。人生諦めな感じです。初めてよ、僕。生まれて初めて乗り過ごしたの。来る前も乗り過ごした。はい、ということで今回旅を一目にしたメンバーはこれから釜山に向かうということで金浦空港でお別れしました。なんかああやって団体で旅行に行くってことはどうなるか不安だったんですけれども、非常に楽しかったです。またこういう機会があったら参加したいですね。帰りたいと思います。ここはですね、オリーブヤング韓国コスメがたくさん売っているみたいです。気になるものだったら買ってみたいと思います。これとかビオデルマのオールインワンローションなんですけど、これはクレンジングから化粧水まで全ての役割を持っているので、このサイズ感、旅行の持ち運び用サイズ、めちゃくちゃ優秀でおすすめです。日焼け止め、テクスチャーが良かったのでこの2つ、あとはレチノールですね。人気の軽コスメなんですけど、今レチノール製品作ってるので買ってみました。あとはもう一番売れてるのがこのビタミン C のローションなので、まあ、これも買ってみて試してみたいと思います。原料の神様、日本に帰ったらマジでちゃんと原料スタートさせます。まただから死亡にしないでください。いいよ。あざすあざすあざす。
とはいえちょっとシンプルにハードすぎるのは怖いのでシャックバーガーにしました。うわーすごい人を幸せにするね、ハンバーガーは。いただきます。だけどもちょっと罪悪感は来てる、罪悪感は来てる。残りの8はもう喜び、大会終わった後に食べるみたいな喜び。肉肉しくて美味しい。今回はね、飛行機乗ったら気圧の関係で5キロぐらい痩せるはずだから後悔はないです。